皆さんこんにちは、ヌノペンです。ファイナルファンタジー10続きをプレイしていきます。よいしょ。引き続きザナルカンド遺跡へ向かうため、今ガガゼド山を越えています。その道中シーモア老師が立ちふさがりましたが、なんとか退けました。そっからやっていきます。さあさあさあ、いやあのシーモア老師はねめちゃめちゃ強かった。あ、こっちか。はいはいはい、もう2回ゲームオーバーしたからね。いやーほんとね初めてだった。お、うわ、なんじゃこりゃ。人が埋まってる。あ、グロいなこれはこいつはグロいわ。ものすごい数の人が埋まっとるわ。なんだこれ。祈り子様だよ。え？これ祈り子様？あ、召喚されてる。誰かが召喚してる。この祈り子様たちから力を引き出してる。こんなにいっぱい？並外れた力ね。一体誰が何を？ねえ、なんか知ってるんでしょ？教えてよ。他人の知識など当てにするな。何のための旅だ？ユーナーの命がかかってるんだよ。いや、アーロンの言う通りだ。え？これは俺たち、俺の物語なんだから。うわっ！ん？どうした？ティーダー、え、ここどこ？あれ、ここザナルカンドじゃん。え、戻ってきたの？あらあらあら、あ、動かせる。動かせるわ。はいはいはい。なんでティーダだけこんなところに。なんかこのままずっとザナルカンドにいたらね、えユーナたちはどうなっちゃうんだろう。なになになに。ここドアか。はい。おかえり。おお、あれ、あ、あの子供じゃん。あ、ベベルで会ったよ、覚えてる？あ、あ、けどあれが最初じゃないよね。君のことを前から知ってる。ちょっと、ずっと昔から。俺も知ってるような気がする。ここは？変なこと言うな、君の家だろ。あ、そうか、ここティーダの家か。なんか見覚えあるなと思った。あ、そうそうそう、ここでジェクトにね、なんかジェクトじゃない、アーロンに泣いてたことをなじられたところ。どうしちまってんだよ。くー、おい、あ、若先輩、起きてってば。あ、リュック、あ、今ティーダ気絶してるのか。もしかして全部夢だろ。当たり。夢？ざけんなっての。夢なんか見てる暇ないんだからさ。違うよ、君は夢を見てるんじゃない、君が夢なんだ。あ？なんだよそれ。どういう意味？待って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 。昔大きな戦争があった。ああ、
機械の？うん、ザナルカンドとベベルが戦ったんだ。初めから勝負はついてた。ベベルの軍隊はみんな機械で、ザナルカンドの召喚士たちはバタバタやられちゃったよ。ザナルカンドは滅びるしかなかったんだ。だから姿だけでも残そうとしたんだよ。何したんだよ。生き残った召喚士と、それに町の人たちもみんな祈り子になったんだ。召喚するためにさ。召喚って神？違うよ。ここだよ、眠らない町、ザナルカンド。あ？祈り子たちの夢を束ねて町の思い出を召喚したんだ。一つ一つの建物だとか、町に住んでた人とかね。人ってそれも夢かよ。俺も。君は祈り子たちの夢。君のお父さんもお母さんもみんなみんな夢。祈り子たちの夢が消えたら。まさかティーダも消えるってこと？あー、なんかちょっと分かってきた。わあ、なんじゃこりゃ。俺んちがめっちゃ汚くなってる。やめろよ。夢でも何でもいいよ。俺を消すな。ずっと夢を見ててなんだか疲れちゃった。ねえ、君と君のお父さんなら僕たちを眠らせてくれるかな。君とお父さんは真に触れた。スピラをめぐる死の螺旋、その中心にいる真にね。わけわかんねえよ。君たちはもうただの夢じゃない。お願い、目を開けて。もう少し走ってみせてよ。君は夢を終わらせる夢になれるかもしれない。だからティーダの生まれ育ったザナルカンドもティーダ自身もその、すんごく心配したんだから。祈り子様たちの夢ってことかっていうことなのかな。どうしたの？なんでもないよ。気失って夢見てた。みんなに呼ばれて目が覚めたよっ。よく寝たし、気力回復。じゃあ、行くっす。え、じゃあさ、シーンを倒したら、ザナルカンドが滅びて、で、ティーダ自身もいなくなってしまうってこと、マジで？え、マジで？じゃあ結局、シーン倒したら、ティーダもユーナもいなくなっちゃうじゃん。うわ、マジか。これは、由々しき事態。由々しきっていうかもう、なんか、もう、想像をちょっと超えとるからもう、ちょっと計り知れんわ。マジか。こりゃ、俺たちの出番だな。水中で何が起きても3人だけで切り抜けてもらうしかないわ。危なくなったらすぐ引き返して。お無理
ょっと控えましょう。ちょっとセーブ。あ、ヘビーモス。うわー、なんかやべえ、こいつ。しゃくり上げに注意。ヘビモス、爪での攻撃やサンダラとともに行うしゃくり上げは大ダメージ、一撃で戦闘不能になりかねない。敵の技マイティーガードに使う可能。ああ、持ってるか。クラニアガードか。うわー、結構やばいな。でもパワーブレイクがなんとかなんないかな。よし、ここは総力戦でいこう。速攻でいくぞ。ガードか。もう一回グラビで。めっちゃ食らうね。あー、ルルネさん。次リュックか。エーテル、ちょっと微妙。よし。あ、でもオーバードライブ、ひね、流星。いい。あ、もう勝っちゃった。先は長い。行くぞ。なんだこいつ、マンドラゴラ。ほう、調べて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 。はぐれ宇宙だけどまんま。さあさあさあ、こっからは泳いでいこう。スイスイ。あ、ほんとだ、 T だとワッカとリュックしかいない。宝箱あるかな。ガガゼドと第一の試練、ワッカの棒で中心部のスイッチを狙え。まるでボールを投げると、で、バツで戻ると。はい、ここ。あ、全然ダメだ。ここ今、あーってことで。難しいな。あれ、あ、そうか、内側のあれもあるのか。難しいなあ、これちょっと早かったか。これは大丈夫だ。おーし、宝箱レベル1キースピアゲッツ。よっしゃ。え、止めるとどうなる？なんかあんの？ん？これでどっか道ができたのか？あ、できたっぽいね。うん、よしよしよし。おお、道ができてる。よしよしよし。あー、またこれあれか、 T
ティだとワッカーとリュックだけのやつか。んー、これはなんだ。ガガゼと第二の試練、3つの穴に隠されたスイッチを同時に解除せよ。穴の代償に注意してそれぞれの穴に入るものを選ぶ。ん、いや、穴の小ささってなんだ。じゃあルックこっち、ティーダはじゃあ緑で、ワッカ先輩は赤に。あ、違うのか。じゃあ緑で、ティーダは青で、ワッカ先輩は赤。あ、なんか当てたっぽい。本当に大丈夫。あ、宝箱ある。ラッキースフィアをゲッツ。はいはい。うわ、さっきの謎解きが一番よくわかんない。よう当たったな。意外とこの水中の敵はね、経験値が美味しくない。だからもう逃げちゃおう。さあさあさあ。あ、でここん、あ、ここの道が開けたのか。はいはいはい。おー、ヘビーモス。分かってるよ。なんか喧嘩してるね。なんかあった。おお、もうここも敵多いな。敵強いし。そろそろ来るはずだ。召喚師の力を試すために奴は魔物を放った。誰がですか。ユーナレスカだ。ユーナレスカ様。なんでユーナレスカ様が出てくるの。死んだんじゃない。強い召喚師を待っている。生きていらっしゃる。マイカやシーモアと同じだ。そうですか。この世界幽霊ばっかだな。いいえ、もう何も怖くないんです。ブラスカの娘だな。最後までそうありたいと思っています。ユーナもいろいろありすぎて鈍感になっちゃってきてるよ。あ、かわいそうに。あ、セーブポイント、やっと、やっとか。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ヌノペンでした。さよなら。